おはようございます。釣れてますか？え、ぼちぼちですね。ちょっと開けてもらっていいですか？はい、はい、どうぞ。おはようございます。ようやく穴釣り始まりましたね。始まりましたね。解禁ですね。昨日何400も釣っちゃったって。昨日は400超えですね。なんだそりゃ。でも今日もいいペースで釣ってますね。そうですね。型はね、でもね、昨日よりね落ちるよね。昨日はね、3年生ずいぶん3年ものが上がったんだけど、今日はメインに2年生っていう感じかな。釣り方は釣り方も鳴沢でやったのとなし。もうそこに重りを落としてトントンという形で浮かしてインジケーターで当たりを取るって感じだよね。あ、抜けちゃった。で、餌というか食わせるのはワームと。ワーム完全に。じゃあアクションだけで食わせる。アクションだけ、全く一緒ですね。でもね、みんなこれ勘違いしてるのは、カラアセで釣ってるわけじゃないですよね。カラアセじゃないね。当たりを取ってるんだ、ね。当たり取ってる。当たり取らないとやっぱ釣れないですよね。釣れないですよね。うん、カラアセリズムで、カラアセでも取れるけどね、手当たり的に取れるけど、やっぱり当たりを取った方が。なるほどね。まあだから全てもバイトしてきてるって感じだよね、完璧にね。で、それをちっちゃな当たりとか落ち込みのスピードを向かった時に合わせてると。そういうことですね。すごいな。もうこのペースだったらまた同じぐらいいっちゃうんじゃないの。いや、品種買うんで釣っちゃいけないと思います。今日は乱獲だ。乱獲でもね、やるからにはね、釣れた方が面白いよね。そうだよ ね、それは確かに。まあ他にも楽しみ方はあるんだけど、釣りに来てんですから ね。この釣り方じゃ鳴沢と一緒だよね。分かりやすい当たりが出てくれるといいね。大きく出るようにちょっとふかしてるんだけど。さっき入れパクだったのに当たり止まりましたね。ちょっとね、今当たこれはチビだけど、かなり遅め遅めにやったけど、その根元の緑を見るわけ。見ない見ない。これインジケーター、もうその前に手に来ちゃうよ。もうこうやってビビビンと。昨日は400超えだからさ、見えない。釣りすぎた。赤木でそんなに釣っちゃいけないよなんて。釣れてる？シシド君なんか。そこそこ。じゃあよかった。あの素人さんも釣れてるっていう。じゃあよかった。これ今は中？これでそこほら。じゃあ叩いてる感じだ。叩いてる感じ。トンってね。ほら、もう当たったよ。あ、上がんねえな。今のは何、どういう当たりだったの？インジケーターのちょっと揺れ。微妙な当たりだからね。結構映してでも分かんないんですよね。今日はだから分かんないや。あ、氷も当たんないもん。ほう、今当たって見えた？はい、少し流し気味にして撮ったら。仕掛けの説明です。グリップはこれ、これはもう当たる。
インジケーターは棚田とか